Hello， 各位朋友，大家好，我是大师。OK， 现在我们要进行第四章第二话《海底监狱推进程》。OK， 那我们这一关我们先选克洛克达尔，因为这边有支线任务，有三个需要克洛克达尔完成，然后有一个是用伊万科夫，所以我要玩两次。不过我会剪在一起啊，所以大家看到一集是全部支线任务都已经完成的动画在里面了。OK。シャボンディ諸島の戦いにおいて麦わらの一味は完全崩壊を喫した。七部会バーソロミュークマによって一味は全員どこかに弾き飛ばされ、ルフィもまた三日三晩空を飛び続けた末に見知らぬ島に着地していた。そこは女系戦闘民族クジャの住む国、尿ヶ島アマゾンリリー。男子禁制のその国を滑るのは桜花七部会の一角ボア・ハンコックだった。はじめ粗暴に振る舞うルフィに敵意を抱いていたハンコックだったが、やがてルフィの大気に触れたことで心を許すようになる。そんな中、重大な事件が報じられる。黒ひげマーシャル・ディ・ティーチがルフィの兄危険のエースを捕らえて新たに七部会に任じられたというのである。海軍はエースの公開処刑を決定。それを知ったルフィはエース救出を決意する。ルフィはハンコックの協力を得て大監獄インペルダウンに潜入。獄内で再会したバギーやミスター2、ミスター3などの協力を得て、エースが囚われているという最深部レベル6を目指した。しかし独特の身の能力者である監獄所長マゼランの猛毒に敗れ、ルフィは瀕死の状態に陥ってしまう。それを救ったのはミスター2と革命軍幹部イワンコフだった。死の間際で奇跡的な復活を遂げたルフィはイワンコフ、ミスター2の協力を得てついにレベル6に到達。しかしエースはすでに海軍本部へと連行されていた。ルフィは後を追おうとするが、異変を察知したマゼランの指示によりレベル6に閉じ込められてしまう。地上へ脱する術を失ったルフィたちは万事休すかに思われたが、ここを抜けたきゃ俺を解放しろ。俺ならこの天井に穴を開けられる。どうだ麦わら。イワンコフの意見を受けてクロコダイルの解放にしぶしぶ同意するルフィ。さらにもう一人の男がルフィに声をかける。五将の頼みだ。わしも連れて行ってくれ。必ず役に立つ。エースさんとは彼が白ひげ海賊団に入った時からの付き合いじゃ。わしはこの戦争に反対したことでここにおる。エースさんを救いたいんじゃ。頼む。わしに死に場所をくれ。いいぞ。かたじけない。その男は桜花七部会の一人、海峡のジンベエであった。逃げるぞ。待ちなさい、クラカボーイ。イワンコフ。バターシたちを裏切るような行動はしないことね。バターシはバナータの弱みを一つ握ってるのよ。バナータがルーキーと呼ばれた時代のね。おとなしく力だけ貸すのなら黙っててあげるけど。ヒーハー。貴様。イワちゃん、こいつ俺の仲間にひでえことしたやつなんだ。やっぱり信用できねえよ。心配なしベリオ。何かあったらバター氏が抑え込むから。さあ先を急ぐのよんだ。監視を逃れ、出口目指してコツコツと。バギーとスリーの大冒険、ここまで来たぜレベル4。何か騒がしいなバギー、様子を見。ボス。お前かミスター3。使えねえカスがここで何してる。偉いのが解放されておるがね。麦わら。
お前らこんなとこにいたのか。あんたらよくこの監獄を逃げてこれたわね。ミスター2、お前も彼。おいおい、解放してくれんのか。すまねえなあんた。ってクロコダイル、奥の男に用がある。ここを出ようと思うんだが、少々兵力がいる。どうだ、俺と来るか。ミスターワン、付き合いましょう。あんたになら、ちょうど退屈してきたところだ。すぐに雑魚どもが群がってきやがる。腕はなまっちゃいねえだろうな。当然。結構だ、行くぞ。まだまだ。副社長、もう立たないで、死んじまいます。貴様らが海へ出て存在するだけで、庶民は愛するものを失う恐怖で夜も眠れない。か弱き人々にご安心いただくために、凶悪な犯罪者たちを閉じ込めておく。ここは地獄の大砦で、それが破れちゃこの世は恐怖のどん底じゃろうがい。出さんと言ったら一歩も出さん。やめときな。正義だ悪だと口にするのは、この世のどこを探しても答えはねえだろう。くだらねえ。貴様は黒ひげ。黒ひげ、お前が黒ひげ。ぜはははは、久しぶりだな麦わら。俺も驚いたぜ、おめえがエースの弟だったとはな。ここにいていいのか。もうすぐ始まるぞ、おめえの兄貴の公開処刑がよ。ぜはははは。エースは死なせねえ。邪魔すんならぶっ飛ばしていくだけだ。へーはー、これでかなり近道ができたべる。ありがとう、イワちゃん。礼なんて言わなくていいの。バナートのことは勝手ながらサポートする義理がある。同胞の息子を目の前で死なせるわけにはいかなあぶるわよ。本当はバナートの父ちゃん、革命家ドラゴンが軍を率いて動き出すとき、バター氏は再びシャバへ飛び出すつもりだったべる。でもバナータが来て状況は変わったわ。今こそ脱獄の時。何としてもインペルダウンを脱獄し、エースボーイを救出するわよんな。よし、待ってろよエース、今行くぞ。いやこんだけ集まれ十分だ。おめえらに自由を与えた俺様の名を言ってみな。キャプテンバギー、あんたは大恩人だ。何でも言ってくれ。運が向いてきたぜ。結構な玉だぜこいつらは。この人数で進めば脱獄も決して夢じゃねえ。さあ野郎ども、今こそが最大のチャンス。シャバの空気を吸いたけりゃ命がけで暴れ回れ。キックオフだ。うわぁ、俺たちの救世主キャプテンバギー。逃げるぞ麦ちわん。それが乗る船がまだないのよ。えぇ、ヘールドウィング。どうやら間に合ったブルね。イワちゃん逃げるぞ、あれやってくれ、ウィング。いいわよ、ヘール。行かせん。ドウィング、やった、軍艦にたどり着いたぞ。脱出成功だ。まずいがね、あれは開けられんがね。どういうことかね。うおー、
ねえけど門が開いた。本当かそれ、ボンちゃんが。さっき入り口で一緒にいたのに、ボンちゃん一人インペルダウンに残ったのか。俺たちこのまま進むのか。時間がない。あいつ置き去りにすんのかよ。まだ繋がっとる。ボンちゃん、おい聞こえてんのか、ボンちゃん。お前またなんでこんなことすんだよ。あん時みたいによ、一緒に脱獄するんじゃなかったのかよ。俺助けてもらってばっかじゃねえか。そこにいるなら返事しろよ、ボンちゃん。ミスター2。ミスター2、おめえってやつは。ボンボーイ。ボンちゃん、門がもう閉まる。俺たち行くよ。ありがとう。麦ちゃん、必ず兄貴救ってこいや。地獄にも咲く一輪の友の花、寄せては返す波跡に忘れがたみの花びら残し、いつか再び咲かせてみせよう。オーカマウェイ。ボンちゃん、残す言葉はあるか。本もオカマ畑でまた会おう。まあいいだろう。好，这集到这边结束了，那谢谢大家收看。那喜欢频道的话，欢迎到频道订阅，欢迎到粉丝团赞中最新消息。谢谢大家收看，拜拜。